こんにちは島田です、えー、セールスのロープレのですね第4回目ということで、まあ、1回目が、ね、壁打ち、えー、2回目がお客様をイメージしながらやるで。第3回目がボディアクションをつけましょうということだったんですけど、この第4番目は、 声に出すトーク練習と頭の中でやるトーク練習ですね。これを、えー、両方やるようにしてくださいよと。もうここまでですね、まあ何ヶ月間かこうやってきてると、頭の中だけでもトーク練習が多分あなたもできるようになってるはずです。どうかな <laughs> 声に出さなくても、 でできるるようにに徐々になってくるんですねそうするとこの頭の中でですね言葉を自由に組み立てができるようになってくるんですね。 それで、まあ、私よくやってたんですけど、客先行く前に、お客さん先をイメージして、例えば地下鉄に乗ってる時に、ずっと、えー、こんにちはって入って、あの話して、こうしたらお客さん、こう言われて、ね、ここでこういったトーク使って、こうやったらこう言うっていうのを、全部頭の中でイメージするわけですよね。それって あのいろんなこう最悪ながあの展開あるじゃないですか。一番、えー、最悪な展開をイメージしてそれに対して全部、えー、潰していくっていうことをやってあ取れたって思っていくと自分がイメージしたより全然簡単に決まりますから。<laughs> <laughs> これねぜひやってほしいんですよね。 あの頭の中だけでロープレができるようになってくると非常にです、ね、便利です。本当便利です、えー、何に便利かっていうと例えばね、えー、朝礼で挨拶しなきゃいけないという時に、えー、前も いいろいろ考えるわけですよねあの私、毎朝毎朝朝礼で話をしてた時期があったんですけど、日経新聞とか読みながらこう、なんかネタがないかなと思いながら、なんでもいいんですよ。なんか一つネタあったら、じゃあそれをネタにあの枝葉つけて、じゃあやるぞってね <laughs>。最後はやるぞ <laughs>。 あのみんなをその気にさせるっていうためなんでねそういったのをこう常にこう頭の中で繰り返し、えー、組み立ててじゃあこう言ってこう言ってこう言えば、えー、みんなその気になるかなみたいなね、えー、そういったのを頭の中でやったりすることが自由にできるんですねだから結婚式の挨拶とか書く必要ないんですよいちいち書かなくてももうその場の雰囲気とかそお客さんのまあ何て言うのかな え漢字えー、それでいこう一応考えてたのが全然違う話をしたりとか、まあ、そういったのが自在にできるように徐々になってきますのでぜひね声に出すのと頭の中でやるその両方をやるように <laughs> 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 あできます <laughs> できないとしたらまだ その前のトーク練習の段階がね、足らないんで、この頭の中でのロープレっていうのをぜひ、えー、やるようにしてください、えー。ということでね、私は営業系の YouTube チャンネルの運営であるとか、営業セールスで悩まれてる人の相談、ぜ、え、ひ、ーえー、公式 LINE の方にね、<laughs> 連絡いただければと。 あとですね、営業セールスの会社にね、えー、実際にお伺いして、売れる仕組みをね、構築するであるとか、営業マンと一緒に現場に出て、売るし、どうやって売ればいいのかとかね、えー、そういったお手伝いもさせていただいてますんで、えー、営業セールスで悩まれてる方、えー、ちょっと相談したいなって言ったら、えー、ぜひ島田まで連絡いただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。